はい、どうも、カズベンです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画はね、こちらですね。はい。新人消防士、まずこれ買ってこい。三種の神器ということでお話をさせていただきます。なおね、このチャンネルを初めて見られた方もいらっしゃると思うんで、このチャンネルは現役消防士である僕が、その消防というね、特殊な、経験を生かして、その知識を生かして皆様に何か生活の改善、生活の知恵になんかなることがあれば、それをシェアしていく。まあそういうふうな特殊な番組になってますので、よかったらチャンネル登録していってください。またね、Twitter とインスタもやってますので、そちらのフォローもお願いします。というわけでやっていきましょう。新人消防士、まずこれ買ってこい。三種の神器ということで、結構しんどいね、一人で行くのは。新人消防士といえばやっぱりね、こう現場で使う装備、これをねみんな初めに、ね、ちゃんと揃えようとするわけなんですよね。ヘッドライトね、でゴーグル、手袋ということで、もう自分の身を守る、自分の安全を守るためにこれ必要なもんなんですけれども、はっきり言ってこれいりません。はい。まあ、ただしね、支給されているならばいりませんということで、大体この3つって、まあまあ支給されます。うちでも、これ支給されたね。で、これもね、支給されたけど、なかなかチャチーやと支給されたね。で、まあ、これも普通に現場で使えるものをちゃんと支給されてるんやけども、すぐに買う必要はないと思います。僕はね。というのは、ヘッドライトとかゴーグルとか手袋という自分を守る資機材っていうのは、やっぱりね、長く使えるいいものをね、買った方がいいかなとは僕は思います。あと、自分に合った使いやすいもの、これを選んでほしいんですね。なぜなら、例えばこのライト、これストリーム社のね、いいライトなんですよ。これシンプルな、なんか、見た目ダサいけど、シンプルな感じでダサいねんけども、まあ、このライトは結構ええ値段するんですね。で、ボタンがここに一つあって、こういう手袋をしながらでもカチカチとこう押しやすいんや。押しやすいねんけども、ほんまに自分にとって押しやすいかどうかわからないですよね。だから、気になるからってネットでポチる。まあいいけども、ネットでポチるんやったらちょっと待てと。同じようなの使ってる先輩がおるかもしらんし、他にもええの使ってる先輩がおったら、それを見せてもらってから買うんでも全然遅くないよと。手袋なんてめちゃめちゃ種類ありますから、実際に新品の時に使うと、ちょっとね、水含んだり、現場で使ったゴワゴワしたやつを先輩に見せてもらって、あ、同じのええなっていうことで買うのでも全然ありやと思います。ゴーグルなんて特にそうですよね。海外製のもんも売ってるけど、海外製のもん日本人の顔に合わへんかったりするんで、それやったらね、せっかく買ったのに意味ないやんってなりますよね。で、意外とね、このゴーグル高い。これ山本光学のスワンズのこのゴーグル、6000円か7000円ぐらいするんですよね、こんなんやのに。ね、こんなエゴーグル、このゴムバンドで使ってる人見たことない。というわけでね、この3つに関しては、初任出て1ヶ月ぐらい経ってから、まあ、ゆっくりね、先輩の見してもらってから買うんでも、僕は全然いいかなと思います。はい。なので、今日ね、お伝えしたい新種の神器は、文房具になります。はい。文房具と思いましたけど、まあ、消防士とて、一地方公務員、市役所の職員なんで、文房具はちゃんと揃えとかないといけないということで、新人消防士はまずこのホッチキスと電卓とカッターナイフをちゃんとしたのを揃えなさいということを僕はお伝えしたい。なぜか、この一個ずつね、説明していきましょう。まずホッチキス。ホッチキスっていうのは、別名ステープラー。っていうか、ステープラーが本当の名前かな。で、ホッチキスってもともと商品名やったから。まあ、そんなどうでもいいけど、ホッチキスね。新人はどこの世界でもやっぱりね、先輩のね、書類作るのの手伝いをしたりせなあかんわけなんですよ。言うて公務員はまだまだ紙社会ですよね。PDF のファイルで、パソコン持ってきて皆さんそこの、ダウンロードしといてね、みたいな。そんなこと全然まだなかったりするような世界なんで、新人はこの、書類作りにね、お手伝いをしたりしないといけない。自分の勉強のね、資料整理ということで、やっぱり教えてもらったこととか、こう、紙とかもらったので、ね、いっぱいいっぱいこう溜まっていくんで、それをね、整理するのに、やっぱりホチキスいりますよね。で、この時に大事なのが、このフラット閉じってやつで、この書類作りもこれかかってくるんだけど、まあこれ見たことある人もいてますよね。こうバチって止めたら、ここ、針のところが綺麗にまっすぐになるから、いっぱいいっぱいになった時にこう膨らんでいかへんのですよね。これね、100均にこういうのはあんま売ってないですよね。100均にももちろんホチキス売ってるんですよ。売ってるんやけども、ちゃんとしたやつはこうパチンって止めれてね、軽い力でパチンってこう止めるわけですよ。1枚、2枚止めるわけじゃないですか。書類作りはこれ何十枚何百枚でホチキス売っていかなあかんねんから、それを綺麗に打つんやったらやっぱこうちゃんとしたのをね、使っとかないといけない。あと、ホチキスはもう3年か4年ぐらいしたら大体潰れますんで、これはね、また買い替えていかないといけないというようなもんだったりするんですね。はい。ちなみにこのホチキスの後ろに針取りついてますけど、針取んのも大変なんですよ。ちゃんと分けて捨てみたいに言われるからね。針をね、こんなんのケツでいつまで取っても時間かかるんで、ちゃんとね、これ買ったらこのリムーバーっていうね、針取り専門のこの棒みたいなですね。このリムーバーも一緒に買った方がいいと僕は思います。はい、次。カッターナイフね。カッターナイフね。これもね、一本半入ってたらもう何十年も使えるぐらいなんですけど、僕はね、ちゃんとした一本いいの持ってます。はい。まあ、これじゃないねんけど。
で、サイズは中から大サイズってあるんですけれども、持ち運びに便利で細いね、もっと細い細いカッターナイフもあると思うんやけども、この中くらいのサイズから、結構業務用のでかいね、幅結構太いやつありますよね。ああいう風なカッターサイズを僕は持った方がいいんじゃないかなと思います。というのは、やっぱりね、仕事で使うこのロープ、めちゃくちゃ切ります。ロープっていうのはね、納品されたでっかい段ボール箱にこうあーってトグロ巻いて入ってるんやけども、それをビーって出していって何メートルのとこにこう赤いビニールテープ巻いて、で次同じ10メートルのとこに次青いビニールテープ巻いて、次また赤いビニールテープ巻いて、その間をズッパズッパズッパってこう切っていくわけなんですね。そしたら端末が赤青赤青っていう風な感じになっていくから使いやすいんですけれども、もうそういう風なロープを切るときにこのカッターナイフでサクリとこう一回でサクッとこう切れるわけなんですよね。これがね、しょうもないね、100均のカッターとかやったらね、すぐ刃ダメになってまうんで、ちゃんとね、オルファーとかのね、いいカッターをね、買ってもらって、ずっと自分のもんにしといたらいいんじゃないかなと思います。あとね、ホース切る最強とあるんですけど、ホース、消防用のホースって結構ね、たくさん廃棄するんですね。今ね、消防用のホースを使って、まあ、こういう風な、カバンとかね、こういう風なペンケースとかね、作ってる方とかね、作ってる業者さんとかいてたりするんですけれども、やっぱりね、汚いホースっていうのはやっぱ捨てることが多いんです。でもカチカチになったホースをごついハサミでこうやってこうやって、僕も新人の頃よう切ってたんですよ。切っとけ言うて、で1本あたりこうこれぐらいの長さにしないと捨てにくいからこうやってこう切るわけですよ。もうここにえげつないぐらいのタコができてたこともあるんやけども、その時にね、僕は知りたかった、ホース切るのにこのカッターナイフが最強なんですよね。片方ホースの端末を持って、一個をこう足で踏んでね、この間をカッターでザクッとこう、縦向きにザクッとこう、刃入れてやるとね、めっちゃ簡単にホース切れるんですよね。で、消防士の方で、まあそんなん知っとるわっていうやつもおるかもしれませんけど、知らん人もおると思うんで、それね、一回やってみてください。めっちゃ気持ちいいです。新人の頃にこれは知っておきたかった。次行きましょう。次、電卓。はい。電卓はね、これね、めちゃくちゃ大事。なぜか、別の動画でも紹介するんですけど、消防士ってね、別にお金の計算することほとんどないんですよね。旅費の計算とかね、納品者もなんか何円とか、そんな計算することは少ないんやけども、時間外勤務ね、長勤、時間外勤務の計算するのに絶対これ電卓が必要なんですね。これね、また次回の動画で、この電卓のいい使い方の紹介するんで、このね、しかも同じ電卓を使って僕は説明しますんで、また気になる方は見てください。で、この電卓を選ぶ時のポイントなんですけど、まず小さいものを選んでください。ごついのもあるんですけどね、すごいごついのもあるんやけども、必要な機能が詰まった最小限のやつといえば、僕はもうこのカシオのこれ一択なんですけど、ちっちゃいやつがいいです。はい。なぜかっていうと、消防士の机って、デスクね、事務所のデスクって、一人一個与えられてるところもあります。僕のとこも、一人一個あるんですけれども、出張所とかね、出先機関になってくると、所が狭いんで、机を二人で一個、共用したりするわけですね。共有したりするわけなんですけど、その時にやっぱりこの電卓がね、大きいと場所取ってしまうんで、やっぱ小さいに越したことはない。出張所にもね、昔からある、このソーラーまだ効いてるみたいな、古い汚い電卓があったりするんですけれども、ちゃんとね、毎月絶対使うもんなんで、いいもんね、ちゃんと買っといた方がいいと思います。はい。あと、この電卓、おそらくね、潰れないですよね。もう一生こいつ動くんちゃうかと。僕の方が早死ぬと思いますね。こいつが先死ぬより。それぐらいこのね、電卓っていうのは、潰れないものですから、ちゃんとしたものね、この1000円ぐらいだと思うんで、買って、ずっと使っていくと。で、おすすめはね、プラスが大きくて一番外にあるものですね。よくプラスがここの列にあったり、で、横にマイナスがあったりとか、マイナスがでかかったりって、するもんもあるんですけど、あんまりね、マイナスじゃない、イコールね。あんまりね、このイコールがでかいのってあんまりメリットがね、むしろこの足しが大きいやつね。足すが大きいやつを僕はおすすめしたいなと思います。はい。あと、税抜きと税込み。これもね、使う人と使わない人と結構あったりするんですけど、こう、見積もり合わせの書類とかね、いろいろやるときに、単価にもう税金を込めて書いてるとこと書いてないとことがあったりするんで、その時のね、計算をしたりするのに、これがあったら、ちょっと便利かなっていうところですね。あとね、この時間計算機能、最初にも言いました通り、消防士どこで電卓使うねんって話で、時間外の計算ね、長勤の計算するのに、やっぱ時間計算機能あった方が絶対これ便利です。むしろこの時間計算機能がない電卓はもう買わなくていいって言っていいぐらいだと思います。はい。あとね、変におしゃれなやつとかね、カラフルなやつとかありますけどね、そんな全くいらないんで、こういう風なシンプルで、必要な機能が入ってる電卓、それをね、僕は買ったらいいかなと思います。はい。もうね、まとめなんですけれども、このホッチキスと電卓とカッターナイフはね、もう僕は消防士の三種の神器と言っていいぐらい、こう三種の神器か、もう社会人だとみんなちゃんとしたらこれ持ってますから、新人消防士はね、まずこれ買ってこいということで。一つ言うておくと、ボールペンとか、消しゴムとか、こう付箋、
まあ、ボールペンとかね、こう社会人だったら絵のを買いたい気はわかるんやけども、結構ね、ボールペンね、盗まれます。はい。盗まれるいうか、パッて机から取って、そのまま返さんと自分のポケットに入れちゃったりして、あれこれ、誰のやったっけみたいなことになったりするんで、ボールペンとか、あと消しゴムとか付箋とかね、もう職場であるもんを使ったらいいと思います。パクられます。はい。というわけで今日の動画は、消防士の3種の神器、ホッチキス、電卓、カッターナイフについてのお話でございました。ではまた。